キャップでもそれは大事な話なそれをもう向こうはもう全くそういうデータがないから分からへんと。で、今調べてるのがあのシリコン樹脂っていうのを調べてるんですけど、それ結構出てくるんですけどね、あの要はあのペンチのグリップのところだね、ハンドル、うん、多分これでみんなやってるのはやってると思うんですけども、あれちっちゃい歯磨き粉みたいなチューブで実際その辺のあのコーナーみたいなところで売ってるからね。そうです、あの要はペンキぐらいの容器だったら嬉しいねんけどね。ガンでね、あの要は塗油とかの端っこにゅーってやるやつあるじゃないですか、あクルーガーみたいな、あのああ目地打つやつね。そうです、あれが要はそういうシリコン樹脂になると思うんですよね。なんか一応無臭って書いてあったんで無臭なんかなっていう気はするんですけど、まあ、その あれってまあまあプロの人たち大きいなんか歯磨き粉のでっかいようなやつ使ってるやんか、あれブチューってやったらあれはあれでできそうな気するけど、そうですね、まあ、ただその上がどうなんやブルンブルになる、ちょっとブルンブルンになりますけど、ね、乾かすのが大変かもしれない。乾かす、それ大丈夫、あのというとかなんですぐ乾くと思いますよ。むしろねつけるのが大変だと思います。一回とかあなんか混ぜるやつあるんですよ、2種類のやつで、ね、混ぜるやつとかやったら15分以内にやっぱやらかんとか、だから温度計の方が僕は温度でできるやつの方がいいんですけど、まあでもね結構調べたらあのモノタロウってあるじゃないですか、あそことかでも売ってるし缶でも全然売ってるんですよね、それはね。ただそれが、ね、高いんでしょ。いや、そう高くないです、2、3000、4000、5000ぐらいで売ってる。何リットルぐらい、1リッター、2リッターぐらいあるんで、まあ、1リッター、2リッター。1リッターぐらいあるんですけど、で、まあ、それがね、いざ、その、使っていいもんかどうかっていうのは、液体ゴムとかもあるんですよ。1300円です、液体ゴム。これ何本ぐらい、その側は別に、あの、税務署も関係ないし、突っ込まれるポイントじゃないんじゃないの。まあ、一番問題が、匂いと、毒性が、口に入れて毒性があるかどうかですね。まあ、近いところにあるんで。あれでも山城さん やらはったのはアルケミストでしたっけ、あの辰巳蒸留所のやつでうまくキャップだけでしたよね、別に瓶についてなかったですよね。それは全然そういうふうにやったら多分いけると思いますけどね。でちょっと、ま、あのメーカーズマークみたいに本当に瓶のところまで当たってしまうんだったら今の話は大事なポイントになるかもしれないけど、そうなんですよ、そうなんです、無難にキャップだけにしておいた方がいいけどね。なんかちょっと怖さはあるなっていう気は。そこでもしややこしくなりそうだったら、アルケミストの16陣のやつみたいにキャップだけにしておいた方がいいと思うけどね。瓶の底だけつけるとかね、まあ、それもデザインの話やから余ったらそれやりたくなると思うよ、ね、多分そうなんです、そうなんです、ね、あとね水谷ペイント水性アルコールシリアクリルシリコンとかもある、1万3000ぐらいのこと15キロとかですね。で色はめっちゃある。15キロ。あれ絶対一瓶 0.5 グラムとか、1グラムだよ。1グラムとかそんなんでしょ。一生分や。わかんないな。プロじゃないからどれが一番ベストなのか正直わかんないから、どれがこれでやろうっていうので思い切ってやるしかないと思うんですよ。そうですね。なんかでもやっぱちょっとね、口に近いっていうのがちょっと僕の中で。怖い部分ではあるんですが、ウェーブシリコンゴム。山下さん、Facebook の公開、今日の6時ぐらいどうですか？僕はいつでも大丈夫ですよ。文章と、文章もちょっと、昨日の夜の12時から一応関西ってある程度緩和してるじゃないですか。文章も一応、ちょこちょこと変えて、もう別に今日アップしても文章の内容は大丈夫な感じにはしてあるんで。はいはいはい。結局、詳細ってやっぱ載らないですよね。普通の記事にしか。どこまでの詳細ですか？説明文みたいな、この。ああ、あれね。僕も見てみたんですけど、正直やり方は分かんないです。山城さんがおっしゃったみたいに、僕はじめユーザーアカウントが取れてたらできるのかなって、ちょっと調べたらそれがなかったんで、まだ初めの段階では。で、山城さんがコネクトバーカルチャーっていうのでやってくれはって、それでできるのかなと思ってもちょっと分かんなくって、まあ、固定の一番初めのトップの板で、あえてやるしかないかなっていう。そうですね。
まあ、一番上にはあのトップがまず来るようにはもう貼り付けてあるんで、はいはい、そうですね、はいはい、でそれで行って、で公開して行きましょう、はい、ワックスのキャップ、あのキャップワックスも金子くんがいい材料でやったら